今両チームの選手たちがピッチに登場してくるところです。両チーム J リーグでの通算対戦成績は中央に来たヘッドカルロス・グティエレス選手のボールは、ね、非常に速くていいところに落としましたね。グティエレス入れ替わる、抜け出す、倒れる、笛を鳴らしました。ここも奥山の仕掛け、あっとカードが赤、遅れていたとは思うので、体もね奥山選手の方が前には入ってましたし、奥山切り抜け出す、シュートを打っていきます。ファーストタッチが素晴らしかったですし、うまく逆取りましたね。ここですけど、最後迷わずフィニッシュ打ち切りましたし、ハスカーのカバーリングでした。ただここも早い出足、根本打ってくる、根本2戦連発。ここの福森選手のブレスが素晴らしかったですし、根本選手もこの距離でね、松山選手がちょっと準備できてなかったのを見逃さなかったです。切り返す、鏡の左足、うまかったですね。ここ鏡選手キックフェイントで最後フィニッシュまで入りましたから、こういうプレーをどんどん増やしていきたいですね。コーナーキックに変わります。ショートコーナーで振る、ここからクロスが入る、こぼれる、ファーサイド、ムタが押し込んだ。いや最後ムタ選手もねよく鏡に通る、クロスが入ってきた、混戦になっている。最後は川田が抑えました。待ってますね、はい、ここサイド最後の背後のとこどんどん取れるようになってますから、最後のとこはもう栃木も気持ちで守りきりましたけど、オダボー、ブレンネル、ブレンネル、川田が抑えます。体強いですからね、はい、もうしっかりと大谷選手を体でブロックしながら最後ね、ブレンネルこぼれた、オダボー、ブレンネル折り返してくる、シュートが来た、中村大輔が蹴ってくる、曲がってきた、川田のパッチング、ここで長いホイッスル、1対1の引き分け。